ノゼリア新鉱山の奥には潮の岩岩塩が眠っていた。はい、というわけでね、グリンブルク王国が岩塩を手に入れました。トロッコで遊んで遊んでたわけじゃないけど、遊んでた奥には岩塩が眠ってたということで、これが、対ハイスサンド、ヒートはね、エスフロステの切り札になるんじゃないかってことですね。ノゼリアを揺るがす事実を手に入れたウォルホート家は岩塩の扱いを話し合うためにホワイトホルム城へと戻った。さあ、これをどういうふうに扱うかっていうのが最後また天秤にかけられるんじゃないかと思ってるんですが、はい、第17話前編、嘆きに心が動くならば。嘆き、ローゼル族の嘆きかな。図らずも我々は岩塩を手に入れた。だが、これをどう扱うべきなのだろうか。世界を左右する力を持っている。今のノゼリアを変える力を持っています。その通り。うまく使えば望み通りの未来。望み通りの未来か。同時に厄介な火種でもあります。これを握った我らは他国が放っておくはずがない。特にハイサンドが知れば目の色を変えて迫ってくるでしょうね。それは間違いないね。はい。女神教の教義を守るためあらゆる手を使ってくると思います。エスフロストだってこのまま引き下がるとは思えません。これほどの秘密を隠し通すことは不可能よ。近いうちに漏れると思っておいた方がいい。守るにせよ生かすにせよ早急に手を打たないと。ロラン様、いかがされました？これはグリンブルクだけの問題ではない。ノゼリアの未来を決める分かれ道だ。それをグリンブルクが握ってるんだよ。決断を急ぐべきなのは分かっているが、考える時間をくれ。慎重になるお気持ちは分かります。しかし後手に回れば全てを失いかねませんぞ。分かっている。だがこれはあまりにも重大な決断だ。ベネディクト、私も迷っている。皆の意見をよく聞いて決断したい。さあ、どういう選択肢が出てくるかな。承知しました。しばし時間を取りましょう。まあ、間違いなく天秤の出番ではあると思うけど、一つ聞かせてほしい。お前は俺と共に進んでくれるか。ロラン王、私はハイサンドの七星人である前にグリンブルクに仕えるウォルフォート家の当主、そしてあなたの友です。そうか。セレノアたちはウォルフォート城で待機を。ハイサンドに動きがあればすぐに知らせてくれ。はい、ではまた後ほど。ロラン一人で考えても無理だろう。周りに誰もいないだろう、お前んとこは。おい、なんかいっぱい出てる。ベネディクトか。ハイサンドにも出てる。どっから行こうかな。じゃあ1個しかないハイサンドから見ていきましょうか。おーっと早く、あ、そうか、ミロがすでにいたわ。あいつが告げ口つくか報告したな。グリンブルクのミロから報告が届きました。だよね。ノゼリア新鉱山に潮の岩岩塩が眠っていたそうです。なんですと。岩塩。お、塩湖以外に塩があるというのか。エグスはま知らなかったのか。はよ、存在の可能性は分かっていた。ローゼルどもの伝承によってな。私は聞いていない。教皇のご命令です。女神の権威に関わること、七星人にも知らせてはならぬと。お、マジか。教皇は知ってたんだな。まさか塩湖以外で塩が見つかるとは。グスタドルフが強気だった理由も分かりましたが。落ち着いている場合ではない。塩は我ら女神の教えに従う者だけに与えられた加護のはず。岩塩などというものが存在してはハイサンドは力を失ってしまいますぞ。岩塩も塩です。我らが抑えれば
何も問題はない。それは確かに。だがどうやって差し出させるんだな、セレノアに。エグスアム殿、教皇のご意志です。兵を挙げてヌゼリア信仰団を占拠なさい。グリンブルク王国に攻め込めと仰せか。ロラン王が黙っていないでしょう。もちろん、ウォルホート家。セレノア殿はハイサンドの七聖人。当然、教皇の命令に従うべきです。従うと思えないな。女神の教えに従うか、ロラン王に着く。いや、ロラン王に着くに決まってんじゃん、こんなん。信仰山に進む途上で、ウォルホート城を囲み、立場を明らかにさせなさい。抵抗した場合は、もちろん女神に背く者にふさわしい罰。え、もうこんな、もう今力持ってるから勝てるかどうかわかんないけど、大軍同士の戦うとなるとどうなか、どうかね、ちょっと分が悪いかね。じゃあどっちから行くかな。じゃあこっちから行くか。相当の門に兵を集めていた。スバローグが来るかな。もう違う、グッサドルフがじきじきに来てる。相当の門に集いし、屈強なる我が同胞たちよ。円弧以外にも塩は存在した。それは岩塩という形でノゼリア新鉱山にあったのだ。だが残念ながら新鉱山はグリンブルクによって奪われてしまった。グリンブルクのウォルフォート家はハイサンドの七聖人でもある。早晩ハイサンドも岩塩の存在に気づくだろう。女神の教義を揺るがす事実に、その結果何が起こるか。賢明な諸君らには想像がつくはずだ。そう、ハイサンドはいかなる手段を用いてでも岩塩を独占しようと図る。グリンブルクを制圧し、新鉱山を我が物にする。もちろんそれで終わりではない。奴らはここに来る。えノゼリアを完全に支配するために。ハイサンドは来るね。今エスプロストは最も困難な時を迎えている。だが我々は女神の教えなどには屈しない。手にしている自由を誰にも私はしない。この相当の門にて敵を迎え撃つ。迎え撃つ方で、ね、案ずるな。ハイサンドを撃つための新兵器大金砲が間もなく完成する。我らが黒金の魂を込めた大金砲は必ずや偽りの女神を砕く。剣を掲げよ、黒金の勇者たちよ。諸君らの名はエスプロストの守り人として歴史に刻まれるであろう。うまいな演説が、グッサドルフ。大金砲は偽りを砕く。その通りだ、グスタドル。ん？どういうことだ？何か企んでるんじゃないか、スバローグは。はい、市街地の方ですね。お、ノゼリア商会。そういえばまあほとんど絡んできてないよね、ノゼリア商会ってね。塩の売買をやってるってことぐらいしかね、関わりがないんだけど。クラルス殿、例の噂を聞きましたか。ハイサンドがグリンブルクに対して挙兵するというやつですか。クラルス、クラルスブロッカ、商人か。おう、ノゼリア商会の耳にも入っていたのですね。本当なのですか。ロラン王はハイサンドと手を組んで王都を奪還し、断交宣言を撤回したばかり。普通ではありえないことですが、
確かに何かが起こっているのかもしれません。タイミングとしてはありえないよね。何かとは？それが分かれば苦労はない。エスフロストが相当の門に兵を集めたことと関係があるのかも。おそらくはノゼリアの命運を決める戦いが迫っているのかもしれません。そして大きな戦争には大量の物資が必要になる。我々商人にとっては稼ぎ時でもあります。へへ、確かに。そう、ノゼリアの勢力図が大きく変わるなら新しい商売の好機。初回はこれまで通りハイサンドに着くのでしょうな。あ、なるほどね。そういうわけじゃないかもしれないってことか。私はウォルフォート家の動向が鍵を握ると睨んでおります。ウォルフォート家は何しろ3つの国に大きく関わっている存在ですからね。当主セレノア殿がどんな判断を下すか、それを見極めて動くべきだろうな。ほう、岩塩の存在はハイサンドの知るところとなった。七星人らの動きは早く、ノゼリア新鉱山を制圧すべくエグスアム軍が進軍を開始する。断交宣言撤回直後ですよ。これ、こっちは守りだね。一方、グスタドルフは総統の門で兵たちを鼓舞し、来たる決戦に向けて着々と体制を整えている。岩塩を抑えたグリンブルクはどう動くのか。三国が覇を競う戦いの趨勢はセレノアとロランの決断にかかっている。ロランはグリンブルク王として悩み抜いた末の結論を胸に抱き、セレノアらが待つウォルフォート城に向かった。ああ、でもそうだ、まずはロランがどういう決断を下すかだな。確かに。うわあ、すごい面白い。どうすんだろう、どうすんだろう。いやでももう今ね、ハイサンドに着く気はないよ。もう見限るからね。いや、ロランとってハイサンド、私はしないよな。どうすんだろう。これはロラン様、わざわざウォルフォートに来てくださったのですね。何、時間をくれと頼んだのは俺だからな。やっと腹が決まった。お聞かせくださいますか。今のノゼリアに最も必要なものは何か、ずっとそれを考えていた。思えば30年前の煙鉄大戦から争いの根本は何一つ変わっていない。己が利益を得るために他を蹴落とそうとするから争いが生まれる。争いによって真に困るのは誰だ。それは民衆です。そうだ、為政者の欲が民の暮らしばかりか命まで脅かしているのだ。しかし国を豊かにしなければ民は貧しさに苦しむでしょう。それは正しい。だが俺はこうも考える。勝者がいなければ敗者もいなくなる。この世に平等をもたらせばノゼリアは安定すると。それは理想ですけど。平等をもたらす、ドラン様、まさかその手段とは。そう、ハイサンドの女神教だ。はい、王を超えた女神という絶対的存在の下で皆が平等に暮らす。え、いやいやいや、何言ってんの。俺は嘘でしょ。ハイサンド代表国、嘘でしょ。国のあるべき姿だと思う。お前縁故見たか。ノゼリア新鉱山の岩塩をハイサンドに渡すと決めた。それではハイサンドがノゼリア全土を制することになります。それが俺の願いだ。は？結果、塩をめぐる争いはなくなり、今よりずっと穏やかで平等な世が訪れる。
しかし完全な平等ではない。ローゼル族のような犠牲者は出るでしょう。分かっている。だがその数はわずかだ。ほとんどの民は平穏な暮らしを得られる。この世に完璧なものはない。まあ確かにそうなんだけど、少数の犠牲と大多数の幸せ、どちらを選ぶかと問われれば答えは一つだ。女神の支配を受け入れればグリンブルクの王位も奪われるはずです。構わん。民に安らぎを与えられるのなら俺や王家の誇りなど些細なことだ。そこまで覚悟されているのですね。セレノア、お前に頼みたい。ハイサンドのノゼリア統一に協力してくれ。それは即答できる問題でないことは分かっている。よく考えてみてほしい。いやちょっとね。ただこれはローゼル族を見捨てる道だ。フレデリカは決して俺を許さないだろうな。そうだろうな。すまん。お前とフレデリカの仲を引き裂いてしまうかもしれない。だがそれでも俺は決めたのだ。グリンブルク国王最後の仕事として。そういう結論出すとは思わなかったな。ロラン様、ずいぶん悩まれていましたね。無理もない。グリンブルク王国、いえノゼリアの未来がかかった選択ですから。セレノアは岩塩をどうするつもりですか？正直決めかねています。塩は全ての人に必要なもの。本来は皆で分かち合うべきだ。しかし、ええ、それはとても難しいでしょう。ハイサンドの塩湖を見れば分かります。塩は争いの火種でもあるのです。このノゼリアでは、ローゼル族の伝承にある果てしない塩湖。ああ、そうかそうか。海というものがあれば争わずに済むのでしょうが。海か。海探す。セレノア、岩塩を見つけてはっきりと分かったことがあります。母が残した伝承は真実だということです。そしてもう一つは、ローゼル族を虐げている女神の教えは偽りである、ですね。はい。女神教が言うような罪なんてなかった。なのにローゼル族は罪人として差別され、縁故に縛られ、重労働の果てに死んでいる。何世代にもわたって数えきれないほどの人が。ハイサンドは自らの支配を正当化するためにローゼル族を生贄にしてきたのです。そう、それが女神教の正体だ。私たちは岩塩を通して真実を知りました。私は今こそローゼル族を救い出す時なのだと思います。間もなく岩塩をめぐった大戦が起こるでしょう。それに乗じて縁故のローゼル族を放棄させれば、きっと皆を救い出すことができます。フレデリカの気持ちはわかる。だがそれはなんかあまり現実的じゃないな。甘い考えなのは分かっています。ローゼル族の苦しみが多くの民にとって人ごとなのも、誰かの助けは期待できない。だから母は自ら放棄を起こし、そして失敗した。人ごととは思いません。我が領地にもローゼル族はいる。何よりフレデリカ、ローゼル族であるあなたは私の大切な人だ。ありがとう、セレノア。私にはそう言ってくれるあなたがいる。だから母の意志を、母が叶えられなかったことができると思うのです。はあ
ローゼル族の解放は不可能ではないと思います。しかし大きな危険を伴う賭けです。たとえ成功しても問題はその後だ。ハイサンドは我々を決して許すまい。はい。もしもの時はローゼル族と共にセントラリアを目指しましょう。あなたの母上が手記に書き残した伝承、ファルクス領の奥、ノゼリアの南端にあるノゼリア大河の果て、大幕府、さらにその南にあるというローゼル族の故郷を探すのです。それはあくまでも伝承で。ローゼル族の伝承は真実だった。探してみる価値はある。そんな理屈、ベネディクトは絶対に納得しないでしょうね。これまで築いてきたものを捨てる、辛く厳しい道ですから。それでも私はあなたと一緒に歩みたい。心からそう思います。どうしたもんかね。あ、ベネディクトだ。ベネディクトはどう思うよ。すげえむずいぞこれ。岩塩の発見はノゼリアの歴史の転換点となりましょう。これまたプレイヤーが決めるんだろう。これ歴史に残るかついえるか、こたびの選択にかかっています。まあ、歴史に残すかどうか多分どうでもいいだろうけど。岩塩をいかに扱うか。ベネディクト、お前はどう考える？ハイサンドにだけは渡してはなりません。ハイサンドが塩湖に続いて岩塩まで手に入れれば、目論むのはノゼリアの支配です。女神の下での平等を謳い、岩塩のみならず領地も民も全て取り上げられるでしょう。私が七聖人であってもか？はい。彼らの言う平等とは、あらゆるものを女神、いや教皇が独占することですから。最終的には全てのノゼリアの民がローゼル族のように生殺与奪を握られるでしょう。だがグリンブルクも我々もエスフロストとの戦いで受けた傷が癒えていない。今逆らえばハイサンドに潰されるだけだろう。いいえ、勝算はあります。そうだよね。グリンブルクとエスフロストが手を組めばよいのです。いや、そうだと思う。エスフロストと正気か、ベネディクト。俺もそっちだと思う。驚くほどのことではありません、うん、エスフロストの目的はハイサンドの支配を崩すこと。そして今彼らは戦いのために岩塩を求めている。我らと利害は一致するというわけか。何よりエスプロストは以前からハイサンド攻略のための計画を進めていました。コーデリア様がおっしゃっていた大金砲だな。そう、ハイサンドの首都を守る城壁、女神の盾を破るための兵器です。これを利用しない手はありません。ご決断いただければ私が必ずエスフロストの協力を引き出します。なるほど、お前の意見は分かった。だがロラン様が何と言われるか。仇であるエスフロストとの和睦など認められまい。和睦じゃねえ、共闘だ。ただな。セレノア様、落ち着いて聞いていただきたい。どうした、急に改まって。果たしてロラン様はあなたの主にふさわしい方でしょうか？そういうこと言う、ベネディクト。なんということ。重大な決断の時だからこそ非礼を承知で言わせていただきます。このまま一生誰かの進化に甘んじるおつもりですか？なるほどね。それ以上言うな。私はロラン様の友だ。いいえ、あなたはノゼリアに武名を轟かせるウォルホート家の当主だ。グリンブルクやハイサンドの番犬ではないのです。あなたがまず守るべきはこのウォルホートと我らの旗だ。違いますか？そしてあなたはただ旗を守るだけで終わる方ではない。その気にさえなれば
ノゼリアの頂点をつかむことすらできるでしょう。それはセレナの意に反すんじゃねえの。謀反を進めるのか。謀反ではありません。あなたにはお体に流れる血と王家の指輪がある。その剣は預かると言ったはずだ。はい、しかし決断の時が迫っていることをお忘れなく。もういい、発せ。セレノワ様、ご命令いただければ私はどんなことでもします。どうか賢明なご判断を下されますよ。ウォルホート家のため、何よりあなた自身のために。そっか、もうエスフロストと組むってことはもうあれか、グリンブルクは敵に回すってことになっちゃうのか。そうだよな、ロランの考え方がそうである以上ハイサンドと組むよな。どうしようこれ。若、決心はつきましたか。無理です。いや、まだだ。どれが正しい道なのか。若がどんな道を選ばれても私はついていきます。その結果どの国と戦うことになろうと。何、一戦だけなら勝ち目はあります。この町に敵を引き込みさえすれば。どういうことだ。なんか仕掛けた。この町には万が一に備えたからくりがあるのです。町のあちこちに見られる高い塀、斜面に張り巡らされた水路。ほう。この水路に油を流し攻め入った敵ごと焼き払う家計の仕掛けです。すごい仕掛けしてんなこれ。なんと、知らなかった。私も先日ベネディクトから教えられたばかりです。鷹の彫像を叩き壊すとその区画を柵が覆い水路の油に着火します。囲まれた敵は全てが燃え尽きるまで逃れることはできません。えぐい。町もろとも敵を焼く必勝だが非常な策だな。やってたな、誰かもやってたな、はい、これ先代やベネディクトが若に伝えなかった気持ちもわかります。だが甘いことを言ってはいられません。若が選んだ道のために必要なら使うべきです。うん、お前の言う通りだな。貴重な助言感謝するぞ。これならハイサンドの軍隊でも勝てるということか。はい、というわけで天秤がやってきましたね。いやーマジどうすんだろう、これどうなるんだろう、誰と戦うんだこれ。ちょっと一回セーブする。一回セーブします。